はいどうもお疲れ様です。11月9日朝6時の相場解説になります。まあ今日はね、テクニカル的に十分やっていけると思いますので、火、水に引き続いて介入を恐れず、ロスカットを恐れず、ずっと倍でやっていこうかなと思います。ご覧のようにね、三、え、平、ー、も出そうですしね、まあ3本目のこちらの方はまだ確定してませんけども、順調に冷やしの方は、えー、151円に向かってっていうか、今151円突破しましたね。 に向かって進んででるところでございいますいや本当にね、順調ですね。今週はね、週間取引の方も、これだとうまくいきそうです。はい、そして4時間の方ですが、4時間も順調に右肩上がりをずっと続けてくれてますね。で、移動平均線にぶつかって反発して上昇してるでしょ。つまりは NG を書いて上に上がってる状態ですよ、これがね、うん。上昇トレンドそのままでございます。昨日お話したように、 こちらの方にあるね、3平、4平、5平、6平、同じように出てますよね。もう恐れずにどんどんガンガン倍で攻めていけばいいと思いますよ。はい、じゃあ冷やしの方です。まあ、肝心な冷やし、じゃないや、1時間軸ですか。1時間なんですけども、このあたりから始まった上昇の流れが移動平均線を泳ぎ切って、そして乖りすれば、 近づいていくんですけども移動平均線にぶつかったらさらに上の方に上っていくってことを繰り返して今ここにおります。で、今週は移動平均線を背景にお話しすることを中心としていきますってことだったんですけども今日木曜日に至ってもこの移動平均線との関係で分かりやすいでしょ移動平均線の下にいる時ってのは下落トレンド中で移動平均線にぶつかると下に行くみたいな動きがあります。 でも移動平均線を渡り切って今度上昇トレンドの方になると表裏一体で移動平均線ぶつかると上の方に行くみたいな形で繰り返されてますここもそうですよねでこういうふうな関係を捉えていくとお流れが分かりやすいってことになりますでこのねあの今度次回が変わり目が来るときってのが今度同じように移動平均線をこうくぐって下の方に行っちゃうぐらいに下落の勢いが強くなりますんで、えー、それだけね気をつけていけばいいと思いますよ まあでも今日は本当にロスカットを食らうまでどんどん行けばいいと思います。介入はもう入らないと思いますんでね、152円とか153円に行くときに介入はまた警戒しなければなりませんけども、151円台では全く無視でいいでしょう。すごく攻めやすい木曜日でございます。えー、それでは思い切って行きましょう。はい、お疲れ様です。